け切ってみたよ。どうかな。あなたも私もショートがいいって意見だったからバッサリ切っちゃった。ありがとう。やっぱりあなたに似合うって言われると嬉しいな。なんだか気分も一新したみたい。今日もお互い頑張ろうね。ごめんね。私人とお話しすることなんてめったにないと思ってて、だからあなたとどんなお話をすればいいのかもわからなくて。退屈だったらごめんね。そう言ってもらえるとすごく助かるよ。ありがとうね。あの状態がずっと続いてたら私でも名作ができそうな気がするよ。夢世界に行くの？わかった。それじゃあ行こう。何度やってもドキドキするね。この扉の中で今記憶を。ただいま。あなたと夢世界に行くと安心して眠れるみたい。他にすることがなかったからなんとなくペンを走らせてたんだけど、意外といい感じに描けてる気がするの。もしかしたらいいものが出来上がるかも。まあこういう時って大体見返してみるとダメなんだけどね。Thank you.
然だけど、貯金はちゃんとしてる？本当に必要な時のために少しでもしておくといいよ。